動画のご視聴ありがとうございます。 YouTube 医療大学です。今回は肝臓に良い生活習慣6選です。肝臓は食べ物を消化したり、そして解毒をしたり、生きていくのにとっても大事な臓器なんです。実際に私の外来に通っている患者さんでも肝臓を痛めてしまって、それによって皮膚が黄色くなったり、そして命に関わる合併症を患って、もっと早くから気をつけておけばよかったとおっしゃっている方がいます。実は日本人3人に1人は脂肪肝だと言われています。脂肪肝というのは肝臓に油がついているフォアグラのような状態です。これを放置してしまうと炎症が起こっていって、どんどん肝臓が硬くなっていきます。まるで皮膚が傷ついてかさぶたになったように肝臓が硬くなってしまうと、もう元には戻らないんです。この肝硬変になってしまうと意識を失ったり、血液が作られなくなって貧血や息切れが出てきたり、血流のバランスが乱れて大量に吐血をして命に関わってしまうこともあるんです。そしてこの肝硬変は肝細胞がん、癌のリスクにもなるんです。病院というのは病気を早期発見して治療することによって診療報酬が得られます。病気にならないための知識、そして病気を早期発見するための方法を伝えても病院の利益にはなりません。しかし大事なことは、病気になる一歩前の段階、未病の段階でリスクを減らしたり、そもそも病気にならないというのが大事ですよね。 YouTube 医療大学では病気を予防する方法や早期発見する方法を医師の立場から分かりやすく責任を持って発信しますので、よければ新しい動画を見逃さないようにチャンネル登録をしていただければ嬉しいです。それでは早速いきましょう。脂肪肝の改善法6選、一つ目がこちら、コーヒーなんです。皆さん意外だとは思いませんか？実はこのコーヒーというのは脂肪肝を抑制したり肝硬変になるのを予防する、そのような研究結果が続々と報告されているんです。実際に日本消化器学会のホームページにもコーヒーの予防効果に対して記載されています。日本の国立がん研究センターの報告で、実はコーヒーは肝臓がんの予防効果があることが報告されています。40歳から69歳の日本人9万人を集めた研究で、コーヒーをたくさん飲む人と飲まない人比較した場合、たくさん飲んでいる人の方が肝臓がんが少なかったんです。コーヒーを毎日飲む方はほとんど飲まない方と比べて肝臓がんのリスクが半分になったんです。さらにコーヒーを1日5杯以上飲む方というのは肝臓がんのリスクが4分の1にまで低下したという報告があります。ちなみに同じカフェインが含まれる緑茶ではこの効果がなかったので、コーヒーのカフェイン以外の成分が肝臓にいい影響をもたらしているのではないかと言われています。コーヒーの効果に驚いている方も多いと思います。だったらコーヒー1日5杯も6杯もたくさん飲もうと思ってしまうのはやや危険です。なぜかというと、コーヒーを飲みすぎるとカフェインの過剰摂取になってしまう可能性があるからです。カフェインを1日に摂りすぎてしまうと高血圧のリスクが上がってしまうことがトロント大学の研究でも報告されています。健康への悪影響を防ぐために1日のカフェインの摂取上限量というものが決まっていて、大体目安で1日300から 400mg です。ブラックの缶コーヒー1缶飲むとカフェインは大体100から150mg 含まれているので、1日3杯程度が目安と覚えておいてください。ちなみにその他にもカフェインは心臓の病気を持っている方や精神的な病気を抱えている方、そして妊婦の方は特に注意が必要です。カフェインのリスクに関する動画はこちらでまとめておりますので、よければこの後概要欄からご覧ください。脂肪肝の改善法6選、2つ目がこちら、体に良い油を取ることです。脂肪肝は肝臓に脂肪、油が溜まるんだから油は取らない方がいいと思っている方も多いと思います。しかし特定の油を取ることは逆に生活習慣病を予防し、それによる血管が詰まってしまう病気、心筋梗塞や脳梗塞を予防する可能性があるという報告がたくさんあるんです。体にいい油というのがこのオメガ3脂肪酸という脂肪です。オメガ3脂肪酸は魚の油やオリーブオイル、そしてエゴマ油、アマニ油などの油に含まれている成分です。逆に赤身肉の油であったりとかサラダ油の油に関しては脂肪肝を悪化させる可能性もあるので注意が必要なんです。普段使う種類の油を変えるだけでも脂肪肝にとってはとても良い効果
効果が期待できます。国立がん研究センターが行った男女9万人を対象にした研究では、オメガ3脂肪酸を取っているグループというのはがん自体の発生リスクを低下させたという報告すらあるんです。ぜひ積極的に体にいい油を取っていくようにしてください。私も実践している食事方法としては、青魚をお肉の代わりに増やすことがおすすめです。牛肉や豚肉、そしてハムやウインナーなどの赤身肉を取りすぎてしまうことは、むしろ大腸がんのリスクを増加させます。ですので、普段のタンパク質を赤身肉からオメガ3脂肪酸が含まれている青魚に変えてみましょう。青魚の食べる量が週に 100g 増えるだけで、将来の心臓が詰まったり脳梗塞になってしまうリスクが低下した、摂取すればするほどリスクが低下したという報告があるんです。そしてナッツ、特にクルミに含まれる油も体にいい油と言われています。実際に私は普段小腹が空いた時に食べるチョコレートなどからナッツに変えることによって、積極的に体にいい油を取るようにしています。脂肪肝の改善法6選、3つ目がこちら、お酒を控えることです。実は私たちはアルコールを代謝するために肝臓が働いているんです。お酒を毎日毎日飲みすぎてしまうと、肝臓からしたら毎日毎日働いて肝臓が疲れてしまいそうですよね。そして処理しきれなくなったアルコールが結果的に脂肪肝として肝臓に油として蓄積されてしまうんです。では実際にどれぐらい飲むと肝臓に障害が加わるんでしょうか。目安はこちらです。例えば日本酒を1日 500ml、 結構な量ですね、飲み続けた場合、そんな生活を5年間続ければ脂肪肝になるリスクはぐんと上がります。そして日本酒で今度は 900ml、 結構な量です。こちらを10年間飲んだ場合、脂肪肝のその先、肝硬変という肝臓が硬くなって戻らない状態になっている方が多いんです。つまり肝臓にとってはお酒は大敵だということを覚えておいてください。でもよく聞くけど、酒は百薬の長なんて言われていて、適量のお酒だったら健康にいいと言われたけど、それはどうなのと思った方、それも一理あります。それも一理ありますが、総合的に判断することが大切です。確かに心筋梗塞などの心臓の血管が詰まってしまう病気のリスクはお酒を少し飲む方では下がるんです。しかし一定のお酒の量を超えると、そのリスクは上がり始めます。逆に乳がんや食道がんなどに関しては、少量の飲酒でリスクが下がるということは全くなく、少量の飲酒でもリスクがだんだん増加していくという報告があるんです。それでは実際にお酒を飲むならどれぐらいがいいという目安はあるんでしょうか。厚生労働省は適切な1日のアルコールの摂取量は1日 20g までと言っています。アルコール 20g はビールであれば中瓶1本、日本酒であれば大体1合、 7% の缶中杯であれば 350ml 1缶分です。厚生労働省もお酒は絶対ダメとは言っていないんですね。お酒を少量でとどめておけるような方は、今言った量を目安にお酒を楽しむのはいいですが、やはり肝臓がんや食道がんなどのリスクになるということはありますので、飲みすぎないように、そしてこれを機にお酒を減らしたり休肝日を作ることを検討してみてください。脂肪肝の改善法6選、4つ目がこちら、体重を減らすことなんです。脂肪肝というのは肝臓に脂肪が溜まった状態です。幸い体重を減らすことによって、この脂肪肝は改善することができるんです。私の外来に通っている方も、うまく運動を取り入れたり食事を工夫して体重を減らして脂肪肝を克服した方はたくさんいらっしゃいます。目安としては体重の 5% 減らすことができれば脂肪肝が改善すると言われています。50キロの方であれば 2.5キロ、60キロの方であれば3キロ、このぐらいであれば食事や運動頑張ったら目指せそうじゃないでしょうか。そんな簡単に痩せれたらこの動画を見ていないし苦労しないよと思った方、ぜひ新しく何か頑張って運動習慣を作るというよりは、ぜひ皆さんの生活の中で運動を取り入れる、そんな工夫をしてみてはどうでしょうか。例えばこの YouTube 横になって見てるようであれば立ち上がって見るようにしたり、職場や買い物に行くときにエレベーターを使っていくとき、行きのエレベーターは
は使わないで階段を使うようにルールを作ったり、食品をレンジでチンしているその間だけはスクワットを頑張るという自分ルールを課してみたり、ぜひ皆さんが行っている生活に工夫をすることによってちょっとずつ健康になっていきましょう。そして運動は実は頑張りすぎてしまうのも関節の負担を増やしたり、そしてむしろ健康を害するというデータもあるんです。1日2000歩たった20分歩くだけでも健康効果は確認されています。少しでも運動頑張れそうと思った方はぜひ過去に運動に関する動画を上げていますので、概要欄から最後にご覧ください。脂肪肝を改善する方法6選、5つ目がこちら、定期的に血液検査を受けることです。肝臓が弱っている時、初期症状が出ることは少ないんです。むしろ血液検査を受けることで肝臓の障害、脂肪肝などを早期発見することができます。AST、ALT、ガンマ GTP といった値が参考になります。そして脂肪肝が悪くなってしまう肝硬変の原因として一番多いのが実は B 型肝炎と C 型肝炎なんです。皆さんご存知でしょうか。ワクチンの集団接種などで昔は蔓延していたこの B 型肝炎、 C 型肝炎、今は有効な治療法が見つかっていて、特に C 型肝炎は発見することができれば治療を行って改善できる方もたくさんいらっしゃるんです。そして B 型肝炎は大人になってからも針刺しの事故でかかってしまったり、性感染症としてかかってしまうこともよくあるんです。肝硬変のリスクが高い B 型肝炎、 C 型肝炎を見逃さないように定期的に血液検査を受けるということも大事だと思います。ぜひ主治医の先生やお近くの先生に相談してみてください。脂肪肝の改善法6選、6つ目がこちら、画像の検査を受けることです。こちらも血液検査と似ています。実は脂肪肝というのはエコーをすることで簡単にわかるんです。肝臓に脂肪が溜まっているので普通の肝臓よりも肝臓が明るく見えるんです。肝臓が油でキラキラ輝いてエコーに映る、そんなイメージです。しかしエコーのビームが届かなかったり、検査をする方の技術によっては脂肪肝がさらに進んだ肝硬変であったり肝臓がんを見逃してしまう可能性もあります。リスクが高い方、例えば B 型肝炎や C 型肝炎を患っている方というのは定期的に血液検査で腫瘍マーカーを測定したり、肝臓のエコーや MRI を行うことが推奨されているんです。肝臓が悪くなってきた時のサイン、確かに後半で話すように意外なものはあるんですけど、見逃してしまう場合や症状がないこともあります。そういった時に役立つのが検査です。エコー検査であれば被曝することもないし痛みもありません。ぜひ健康診断を受ける際にオプションなどで一緒に受けるとか、そういった定期的な肝臓のチェックをすることを検討してみてください。いかがでしたでしょうか。今回は脂肪肝の改善法6選をご紹介しました。1つ目はコーヒー。脂肪肝や肝硬変、肝臓がんのリスクを低下させることを紹介しました。2つ目に油です。実は肝臓や生活習慣病に良い油があると、それがオメガ3脂肪酸で、魚やナッツ、オリーブオイル、アマニ油などに含まれていることをご紹介しました。3つ目にお酒です。少量の飲酒は心臓には少し良いかもしれませんが、肝臓がん、乳がん、食道がんのリスクを上げるため飲みすぎは注意であることをお伝えしました。4つ目に体重を減らすこと。脂肪肝のうちであれば体重を減らすことで改善することができるんです。ぜひ運動や食事を工夫して体重を 5% でいいので減らせるように頑張っていきましょう。5つ目と6つ目は血液検査と画像検査でした。 AST、ALT、ガンマ GTP、 そしてエコーや MRI、 これらの検査を定期的に受けることによってなかなか初期症状がない肝臓からの危険なサインを察知することができます。やはり定期的な健康診断が重要ということです。いかがでしたか。情報化社会になってインターネットではあらゆる情報が溢れています。勉強になるものもたくさんありますが、一部誤っている情報もあります。そういった情報を掴んでしまわないように、なぜこれが体にいいのか、どういうデータがあるのか、理由も一緒に覚えておくと誤った情報を掴みづらいと思います。 YouTube 医療大学では楽しく健康にをテーマに分かりやすく責任を持って発信していきますので、よければチャンネル登録をしていただければ励みになります。そしてグッドボタン
タンでもバッドボタンでもいいので、この動画を評価していただければ幸いです。そしてコメント欄で皆さんが行っている生活習慣、そして病院でどのように言われたか、ぜひシェアしてください。それではまた次の動画、総合診療科の僕が患者さんから教わった70代からの老いない生き方、 Amazon4 部門でベストセラー、そしてギフトランキング1位になりました。普段医師として働く中で患者さんから教わった大切な生き方であったり健康法を一冊にまとめました。私もこんな風に健やかに生きたい、そう思ってもらえる本になっています。大好評発売中ですので、ぜひチェックしてみてください。